陳君博は中華民国の政治家。日中戦争中に王朝名と共に日本との協調路線を政策方針とする南京政府を設立。戦後は日本に協力した官官として死刑となった。関東省に生まれる。新朝の高官だった父親は厚生帝徳を務めた。陳君博は北京大学に学び54運動に参加。マルクス主義や社会主義に触れる。 1920年に大学を卒業すると、陳独修らの指導の下、中国共産党のオールグとして活動。翌1921年の中共一大会議に参加するが、後に共産党から脱党する。共産党脱党後に渡米し、1925年、コロンビア大学で修士号を取得。帰国後に中国国民党に入党し、両中外や王朝名と共に、 国民党左派として活動する。北伐が始まると、小解析や王と共に北上するが、一時小に反旗を翻えし、武漢国民政府に参加。武漢国民政府解散後は、長発刑、李渡る信と共に抵抗を続けるが、1927年には、香港へ亡命する。翌1928年に、上海へ赴くが、国民政府に対して、 反主流的な言動を取り続ける。満州事変勃発後に、省によって王が行政委員長になると実業部長を歴任するが1936年に王が行政委員長を辞任すると、賃も格外に去る。1938年に王ともども重慶を脱出し、対日和平を模索。1940年に至って王朝明政権が成立すると、 立法委員長を務めるとともに、上海市長を兼任1944年3月から政府主席代行、11月に王が死去すると、政府主席、行政委員長、軍事委員会委員長を兼任した。戦後の混乱時に、品派県軍総参謀副長、今井武雄少将に申し出て、一時的に日本へ身を寄せるが、 国民政府の帰国要請で裁判を受けるため中国へ帰国する。南京にせ政府を樹立し中国国民の利益に反する行為を行ってきたとの理由で1946年4月12日に死刑判決を受け6月3日訴訟で銃殺された。陳君博。ありがとうございます。